みんな大好き、宮野守さんを助手席にお招きしまして、お送りしていきますよ。そして宮野さん。うん。呼んじゃ一緒にドライブする人。あー、呼んじゃ俺大好き。もう、もうすでに大好き。大丈夫だったもう可愛くて仕方がないね。れーじゃーん。小さいからって手加減なんかしないんだから。何をするけ私の言うこと、ちゃんと聞いてよね。はいだそうでございます。何を聞きます <laughs> <laughs> えー、なので、えっと、この3人で、今夜は <laughs>、お送りしたいと思います。あ,<ー>あのね、今週はめっちゃハガキとか紹介する。うん、いいと思います。行くよ、うんえ。では早速です、ね、それは何俺にドライブトークがないから。紹介していきますよ。うん、いいよ。えっとですね、ミサキチさんからいただきました。ありがとう、苦手 沢城さん、宮野さん、こんばんは。こんばんは、えー。このラジオの記念すべき第1回の放送で、<ー>沢城さんが、なんと宮野さんの歌をチョイスして流してくれました。<ー>一緒にしたいて。多分沢城さんは宮野さんのファンだと思うんですけど、一緒にしたいて。宮野さんはどうですか格好はない。<laughs> <laughs> そう、私ね、流したの宮野さん。思い出の、 なんか、ありますかって言われて、うん、あの、私の幼馴染が嫁に嫁ぐときに、そのお引っ越しを手伝ったときに、うん、ちょうどその曲をかけて、うん、彼女を送り届け、帰ってきたよっていうのが、あのー、あれよ。賛美歌でしょあれあれあそ,うそうそうそう。そうだね、まさにそれをかけさせていただきましたけどもああ。ありがとうございます。僕はもうなんだろう、沢城みゆきの、まあ、ファン、どころじゃないですよね。沢城みゆきから、 あの、呼び出しがあったらもう、<laughs> どこにいても駆けつけるっていうぐらい、あの、もうラブなんで。<laughs> 急にですよ <laughs>。なんか普通にあの、ね、仕事終わりで、ええ、本当にたまたまスタジオから出た時に、うん、たまたまですよ。あの,の、スタジオから電話があったんで、うわ、なんだろうと思って出たら、うん、皆さん、今、渋谷にいるでしょう。<laughs> って言うんですよ、沢城は <laughs> えっえっいないよ <laughs> 宮根さん渋谷にいるでしょっつって言ったね、うん、<laughs> それね弟との間で流行ってて、うん、ちょっと都内で暇になった時に電話かけて「うん、今新宿にいるでしょ」<laughs> <laughs> きょじゃあねーって言って電話を切るっていうのはちょうど流行ってた時で、私はその後渋谷に行く、行くんだった。あ、そうで、宮野さんは渋谷から新宿に行くんだったの。そしたら新宿の仕事がたまたま早く終わっちゃって、終わって、どこどこのパスタ屋にいますけど、そしたら、そう。つって、っ行ったの本当に来てくれて。なんか話したね。で、その後も一回呼び出したね。そう、その時は、新宿。新宿だったね。 で、本当に20分ぐらいしか会えないんだけど、私は、あの、武道館ライブにですね、記念すべき宮野真央の武道館ライブに、うん、なんと行かれなかった。うん、で、でもどうしてもその武道館ライブがどうだったのかを聞きたくて、うん、呼び出したんだよねそ。そして、その時に新宿に行ったら、そうだった、宮野さんは、呼んだら来る人だったって後悔して、<laughs> すいませんじゃあ呼ぶなよ。<laughs> ありがとうございます。う,いいうん。 ちょっと勝手すぎないさあじゃあみゆき。わかってるかってるすいません。次のメールいきます。えっとですね、ケイスケさんから頂きました。ケイスケ、ありがとうございます。初メールです。ありがとうございます。私は春から大学院を修了し、あ、頑張りましたね。大学院社会人になります。わぁ、俺考察。そこで、自動車、私大卒。そこで、自動車通勤を考えているのですが、お ペーパードライバーで運転が怖いです。うん。どうしたら運転の恐怖心がなくなるのでしょうか任せてまた乗れるようになるための練習方法などあったら教えてくださいあ、うん、何あるのなんか。え対策あんの怖いの何が怖いの多分、久々に運転するからうまく運転できるかが怖いんじゃないああ、そうだね。うん。確かにね。エンジンかかんないかもしれないもんね。それは大丈夫ックキック,キックでね。 あれこれ、な、あ、全然乗ってなかったから、全然キックでエンジンかかんねえなーってなっちゃうね。バイク <laughs> 何言ってんだ、ここの子は。ね <laughs>、じゃあ今正しいよ。この番組史上、最も正しいつっても君はしたよ。<laughs> 最初はそれ怖いなんて思いもあるんです超あったよ。うん。超あったけど、このままでは、乗せられるだけの女になってしまうと思って。うん。で、えっと、お父さんが、基本できない助手席に座ってる時、うん。で、 なんか、最初は初めて。で、うん、私さ、父親にさ、あれこれうるさく言われたことなかったからさ、あの人がずーっと喋りっぱなしなわけ、助手席で。そう,うなって,って心配だからね。弟に向かってはいっぱい言ってたのよ。うん、お前なんでこんなの、うんなんん、うん、こんなだ、宿題やったのか、テストなんでこんのです、点数、うん、私何も言われたことなかったか。言われたことなかったな口うるさく。だからさ、びっくりしちゃって。うんうん お父さんから今なんか私いろいろコメントされてる。人生において初めてと思ったら。悪くないみたいな。うん。なんか、動揺しちゃって。<laughs> あ、動揺しちゃったの、ね、動しちゃって。今お父さんが私にいろいろ話しかけてくれてると思って。同様、うん、動揺しちゃったんだよね。うん、なんか素敵な話じゃないのそれって。<laughs> うん。車が親子の絆を。<laughs> や,やめてし、しら。こんなラジオお父さんいて深くしたんだね。お父さんそうだ。<laughs> <laughs> 一度私たちの、水木奈々ちゃんのライブに出演したことがあったじゃないですか。あれの時に、あの、初めて父親に、私の好きな人って紹介したの宮野さんだけどね。<laughs> そしたら、ザンシロの母親が、これからも娘をよろしくお願いします。なんかおかしくないですかつって。あれお父さんガチで勘違いする流れだからね。<laughs> <laughs> おかしかったね。そう。あ、ちょっと待って、だから何恐怖心だよ。恐怖心、恐怖心。だから、でも、最初のみゆきは、その練習することで乗り越えたわけじゃないですか。練習では、大概のことは練習で乗り越えられますよ。そうだね。そうじゃないうん。慣れてないからとか、やっぱ一番怖いわけじゃない。ただ、やったことないから怖いだけであって、だからちょっとずつやっていくしかないよね。そうだね。うん、練習あるのみ。って思う。意外と地味なことの積み重ねだよ。そう。練習すれば。そうだね。やらないから怖いだけだあ、そうだね。 だって。いつやるのいつか。<laughs> <laughs>